皆さん2月何か買いましたか？私はですね、2月って春物がめっちゃ欲しくなる時期なんで、あらゆるところでね、ディグりまくりました。で、早速紹介していくんですけど、まずはこれですね。ミューミューのレザースニーカー、メルカリでいいのがあったんで購入しました。ここにミューミューと書いてあって、ちょっと汚いんですけど、レザースニーカーってめちゃくちゃ良くて、レザーってドレスの印象じゃないですか。スニーカーってカジュアルな印象なんです。だからもう合わないコーデがない。続いてはこれいきましょう。はい、これは以前にも紹介したんですけど、ニューバランスのジャケットですね。これめっちゃ良くないですか？後ろもちゃんとポケットが付いてたり、細かいデザインがされてるんですね。一番何がいいかっていうと、これなのにニューバランスってとこなんです。一応ニューバランスってここに書いてあるんですけど、でよくこのシルエットなのにそこのブランドなのっていうのあるじゃないですか。それなんですよ、まさに。次いきます。続いてはこの縄跳びみたいなアクセサリー、ランチキというセレクトショップで買いました。これの最大の魅力はもうこの長さ。この長さがあることによって長さ調節の幅がめっちゃ広がるんですよ。なんでいろんなスタイリングの仕方ができるんですね。もう春夏持ってたら間違いないです。ウォレットチェーンとしてつけちゃいます。はい、次はこれです。アディダスオリジナルとソングフォーザミュートのコラボライン。これマジでね、インスタ見て一目惚れしちゃって、もう絶対買おうと思ったんですよ。まずね、アシンメトリーなんですよ。パッチも可愛いでしょ。見てください、この枯山水みたいなデザイン。デザインとしては正直うるさい方だと思うんですけど、でもこれブラウン、ベージュ、ブラックと落ち着いた色味で配色されてるんで統一感があるんですよ。これはもう絶対買いでしたね。ラストはこいつです。オールドギャップのドライバーズニット。見てください、この袖丈と着丈の違い。マジで一目惚れしました。もちろんね、袖をめくってもいいですし、留めブラのような、ね、シルエットなんですよ。この切り返しいいよな。マジで渋い。春はね、出会いと別れの季節なんで、まあ別れは置いといて、出会いに備えて春物みんなで買いましょう。高円寺のおすすめの古着は最後に載せときます。